最近ハマってるネイルを紹介します。まずもう最近毎日つけてるのがこれで、これはノイロっていう、ノイロもマニキュア18まどろみっていう色なんだけど、なんかベージュピンクみたいなことにちょっとパープも入って、偏光パールが綺麗で、塗るのがとっても簡単で、以前紹介したセルボークは綺麗に塗らないとムラになっちゃうけど、これはもうベースも何もなしでいきなり塗って綺麗で、しかも持ちが良くて落ちていく時も綺麗だから、塗って1週間とか、あの先っぽが剥げてきてもなんか綺麗に馴染んでて使いやすい。今とってもお気に入りです。でこれがとってもお気に入りだから他の色も欲しくて、昨日買っちゃったんだけど、ノイロはロフトで買いました。境界線っていう色です。もともと持ってるのよりもっと青が強くて紫っぽい。これは可愛いんじゃないかな。おほう、なんかアジサイみたいな、季節先取りですね。うん、可愛い。これも偏光パールが入ってて、うん、これ季節先取りだ、アジサイだな、いいね。で調子に乗ってもう一個買っちゃったんだけど、これはウォーターララバイ。本当にウォーターララバイって感じだな。もうちょっと緑っぽい青、これを塗ってみましょうね。透明感がある。これはなんかラメがキラキラ、あこっちはなんか偏光パールっていうよりはラメ感が強いのかな。透けて向こうにラメが見える、かわいいな。梅雨時とかやっぱアジサイっぽいのかな。気持ちが季節を先に進めようとしてるのかな。これがいいか、ここ見えますか。でこれがサンデイズっていうお友達からもらったもので、ね、これは26番のモーブっていう色です。あそうだ、これはなんかトーンのスイートピーみたいな色とそっくりで、試し塗りをしたんだけどどれがどっちか分かんないぐらい似てたから、あのトーンは結局買わなかった。おーかわいい、まろやかでこのサンデイズの28番、ラベンダーグレー、これもこれと一緒にもらったプレゼントで、やっぱ友達はね私の好みをよく分かってるんだよな。こういう色が大好きなんです。ちょっとくすんだパープルみたいなのが好きで、もう綺麗。そうこういう感じの、今アジサイ色みたいなのを目指してるのかもしれない。ああなんか今日はタラタラ喋ってるんだけど喉もゲバゲバやっぱりプロモーションの季節とかはあの人と会って喋ることが多いからゲバゲバになりますね。でこれおさじで新しく買ったのがこれで、24番、路地裏、また可愛い名前つけたよね。路地裏っていうのがあって、これはなんか黄緑、なんて言えばいいんだろう、黄なんか塗ってみましょうね。なんかこのなんとかしてみましょうねって沖縄の人の特徴みたいだな、よく言われるんだけどしてみましょうねって巻き込むよね。黄色と黄緑みたいな、なんて言うんだろう、いつもこういう春になると黄色とか黄緑とかのネイルを塗りたくなるんだけど、黄緑がなかなか肌に馴染むいいのを探せなくて、でもこれはすごく春っぽくて、しかもなんかわかるかな、ちょっとこのように細かい、もうほんとつぶつぶの見えないぐらいのラメが入って、それがすごく可愛いんだよな。でこれは春は一度塗りで、うぐいす色みたいな感じで、くすみ黄緑みたいな。で二度塗りすると秋はこれカーキっていうことでいけると思う。なんかそういう一度塗りと二度塗りで季節問わずずっと使える、うん、多分秋になったらこれすごくやりそうだな。私はいつも塗らない人でもおすすめな、さすがのおさじ。春の自分のおすすめはこの感じになってます。チャラララン。じゃあこれを二度塗りにしていきます。これを二度塗りにしてみましょうね。まどろみ二度塗りするとこ、
境界線二度塗り。おー、かわいいな。ウォーターララバイ。青とかネイルってすごく難しいけど、これくすみ系でかわいいな。でサンデーズのネイルはこのハケが平たくて程よく大きくてすごく塗りやすいです。26もかわいい。マロン、これは秋も絶対かわいいんです。28番、ラベンダーグレー、これもかわいい。全部かわいい。あ、もうこれでいい。とってもかわいいです。あ、でこれがおさじ内裏。春はなんか肌が敏感になって、今肌荒れしたりとかカサカサになって、いつも使ってるものがなんか染みたりとかいろいろあって、新しくチャレンジするのが難しくて、顔を優しく洗ったらこのラロシュポゼのミスト化粧水をシャーっとやって、もうなるべく顔に触らないように、でその後このもう薬用のバームを優しく塗ってもう終わるっていうね。ちょっとあまりスキンケアがデリケートな時もネイルはいつも楽しく冒険できるから楽しくて好きです。あ、ルイボス茶を飲んでます。なんか YouTube チャンネルを去年の夏から始めて、やっと1万人の登録者、やっと登録者1万人を超えて、ちょっと達成感が、実感が出てきたというか、やっと少し結果が出てきたなっていう。でもその動画の再生数とかを見てると、自分が何を求められてるかっていうのを客観的に考えることができて、あんまりこのコスメレビューとかそんな、あ、誰か来た。郵便屋さんです。ツアーの物販のいろいろ見本とかが届いて、今チェックをしてるところです。いや、元気ないわけじゃないんだよ、ちょっとゲバゲバなだけ。で、そう、 YouTube チャンネル、例えばお料理動画とか、ちょっとコント動画とか、いろいろコスメのレビューとかやってみて、そのちょっとセンセーショナルな、なんかちょっと話題になったものとかは抜いて、通常のコッコチャンネルの中でやっぱシングルマザーの子育てのお話が一番やっぱり反響が多かったっていうことは、みんなやっぱ子育ての中で何かこうそこに需要があるのかなって思っていて、全然立派なものではないんだけど、でもだから逆にみんなを安心させられる子育ての話をまたやってみようかなと思います。今度ね、やっぱり子育ての話ってデリケートな部分でもあるから、なかなか簡単にいくつも喋ることができるわけじゃないんだけど、でももう喋れるようになってることもあるし、友達に話すと友達が喜んで聞いてくれる話もあるから、そういうのは話していけることは話していきたいなって、それが自分もそういう話を当事者だった時聞きたかったことであるから。でもネイルもいいよね。なんかこうもうなんか人のネイルとかを見るとどこのかなってすぐ思うから、可愛いしね。これいいな、いい色です。じゃあそんな感じで、なんかテレビ局だったら、だってあれだもんね、視聴者の皆様のリクエストに応える番組作りをしていく。ここチャンネル、うちの局としてもやっぱりやるからには自分が楽しいだけとかじゃなくて、誰かの役に立ちたいし、誰かに見てよかったなって思ってもらいたいなって、やっぱ欲張ってくるからね。じゃあそんなこんなで、今夢中になってるネイルはこういうことでした。みんなも水分補給、お茶も飲みながらゆっくりね。あ、これはね、そうなんですよね、これは子供の時イギリスにいる時に着てたパジャマ捨てられなくてコースターにしてんだけど、こういうのも後になってみると懐かしいな、こんなこれを着てたちっちゃい男の子と一緒に寝てたんだなとか思って、あ、喋ってたからすっかりお茶が冷えちゃった。じゃあそんなこんなで、バイバイキン。あ、こっち塗ってない。